ルノーモデュス。モデュスは、フランスのルノーが2004年から、生産、販売していた、ハッチバック型のコンパクトカーである。相互資本関係を持ち、包括的な業務提携先である、日産自動車と共同で開発した、B プラットフォームをベースに設計された。日産側では、マーチをはじめとする、各車種で使用されている同プラットフォームの採用は、ルノー側では、ルーマニアの子会社、 ダチアが開発したロガンについでに例目、ルノー開発車種では初であった。同プラットフォーム派生車の中でも、日産、オノートとは、部品の一部やコンセプトを共有する。モデスは、コンパクトな外観とは、対照的な高い空間設計で、MPV と、街乗りコンパクト車の中間的に位置づけられているが、後に、同様のコンセプトの車種が増加し、使い勝手の良さなど、 デザイン以外の点でいかにライバルへの優位性をアピールできるかが販売上の課題となった。アジア太平洋地域のいくつかの国での販売が予定されていたが日本では実現せず、3代目、クリオ、日本名、ルーテシアが全幅 1700mm を超え、3ナンバー登録となったため、高ナンバーサイズのモディスの投入を希望する一部ディーラーもあったが、導入は見送られた。 当初、クリオの上級モデルとして開発がスタート、2004年春のジュネーブモーターショーにコンセプトカーとして出展。このコンセプトモデルは大型開口部のサンルーフも装備し、話題を呼んだがそちらは商品化していない。生産、販売は同年秋から開始した。ッチ式のバックドアの中にデュアウィンドを下から開く、もう一つの小さなドアを持つことが特徴。 荷物の量によって、それらを使い分けたり、小さいドアだけを使うことで、室内への寒風や、騒音の侵入を防ぐこともできた。2007年にカラードバンパーを全車で、標準装備とするなど、細部の仕様変更が実施された後、同年秋には、モデュースのマイナーチェンジ版とロングホイールベース版である、新型 MPV のグランドモデューが発表され、 翌く2008年2月から販売が開始された。両社とも、ルノーと日産自動車が共同開発した B プラットフォームを採用する。2011年12月にはコスト削減プランの一環として、ラグナ、エスパス、カングー、ウィンドとともにイギリス市場での販売が打ち切られ、2013年夏にはスペインバリアドリッド工場のラインを ショークロスオーバー SUV のキャプチャーに明け渡す形で生産を終了した。その後ルノーから小型 MPV のコンセプトを継承する新モデルは登場せずキャプチャーが販売面でも事実上の後継者種とな。B プラットフォームは1998年に締結されたルノー・日産アライアンス提携で発表具体化されたプラットフォーム 社内共通化案により共同開発されたプラットフォーム2種のうちの一つもう一つは C プラットフォームで2001年に日産マーチからの利用が始まった当初は走りが酷評されたが後発のモデルである T ダノートでは大幅に改善モデュスもルノーブランドの名に恥じぬロードホールディングと高いハンドリング性能を誇っているルノーはこのサイズのカテゴリー B セグメントに、クリオ、日本名ルーテシア、カングーの2種をすでに持っているが、クリオはよりコンパクトな従来型のハッチバックで、スポーティなグレード、ホットハッチも持つ、カングーは、ローコストな MPV として共存する。一方このモデュスは、開発コンセプトに、小さなセニック、ルノーセニックという言葉があるように、高さ方向に広い居室と過室を活かし、幅広い用途に対応する。ちなみに、 クリオは2006年秋に全面改良されたが、モデュスに続き、アライアンス B プラットフォームを米に開発されている。欧州では、競合のひしめき合う、この市場だけに、ライバルも、強者揃いだが、フォルクスワーゲンポロ、フォードフィエスタ、プジョー206などのオーソドックスな車種よりも、フィアットイデア、プジョー 206SW、トヨタヤリスバーソ、日本名ファンカーゴなど、 より積載性の高いモデルと競合するよう開発された。ラテン語で、様式、やり方を意味する、モーダスから、様々な生活様式に対応し、トランク及びシートをアレンジできることから。モデュースはまた、各国でユニークな広告戦略を展開しており、ドイツで、ルノー、日産ドイツが、ハンブルクの広告代理店に制作させた、テレビ CM は、 登場人物やストーリーは同じだが、雰囲気や BGM が異なる2タイプを、それぞれ別の民放チャンネルで、同時刻に放送するという斬新な手法を取り入れ、カンヌ国際広告祭のダイレクト部門グランプリに輝いている。これはもう片方が気になった視聴者などをウェブに誘導する算段ともなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。